レッジョカラブリア県は、イタリア共和国カラブリア州に属する県の一つ。県とレッジョディカラブリアは、カラブリア州最大の都市である。レッジョディカラブリア県とも表記される。法制上の位置づけは、2015年1月1日に、従来の県から大都市県に移行した。イタリア語版ウィキペディア等では廃止された、プロビンシアディ、レッジョカラブリアと新設された、チーターメトロポーリタナディ、 レッジョカラブリアが別項目になっているが、便宜上双方をレッジョカラブリア県として本港で扱う。イタリア半島の南西端、カラブリア半島の先端に位置する県である。東と南はイオニア海、西はティレニア海に面する。県とレッジョディカラブリアは県域西南部に位置し、メッシーナ海峡に面した都市で、対岸はシチリア島のメッシーナの都市県である。 メッシーナからは南東へ約 12km、ビボバレンツィアから南南西へ約 74km、シラクサから北北東へ約 120km、州都カタンザーロから南西へ約 121km、ナポリから東南東へ約 327km の距離にある。隣接する県は以下の通り、レッからカラブリア県外略図2001年の 国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口1万2000人以上の都市、集落は以下の通り。列長からブリア県には97のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り。左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2012年1月1日現在。ありがとうございます。